まず最初に私が二十歳の時に経験したことを皆さんにも感じてほしいなと思います二十歳私は大学3年生でした皆さんは何をしていますか成人式いました行きましたありがとうございます、はい、健康診断この前ありましたねその健康診断で 医者にあなたはこう言われますうーんちょっと気になる点がありますね明日大学病院に行ってもらえますか私の方で予約を取っておきましたいいですか明日必ず大学病院行くんですよいきなり明日ですよそう言われてもと思いつつその 医師の気迫に押されあなたは明日大学病院に行きますそこではさまざまな検査が待っていましたその検査の後その大学病院の医者はこう言いますうーんちょっと厄介な病気ですね早めの治療をした方がいいと思います3か月その程度でしょうか休めますか 一昨今までは何でもなかったあなたはいきなり厄介な病気だそうです。厄介な病気？何ですか？うん、癌です。二十歳のあなたは癌になりました。さあ、私のプロフィールを少し紹介しましょう。今のように私は二十歳の時に癌になりました。 そもそも私は二部脊髄という障害を持って生まれてきた人間です。歩き方がおかしい、そして杖をついている、体が小さい、これはこの二部脊髄という病気によるものです。二十歳で清掃管の治療をして薬に興味を持った私は大学卒業後、製薬企業に入ります。そしてその企業を辞めた後に、ペーシェントサロン協会。 という会を立ち上げ、その代表をしています。それとは別に2年前に今度は甲状腺がんになりました。もうこちらのがんは治ることはありません。一生がんと付き合っていく、そういう人生を余儀なくされた人間です。日頃は製薬企業や大学などで研修や講演活動をしています。 患者と医療者の心の距離を近づけるというこれからの医療の在り方についてお話をしたいと思いますがんの治療をしている私は医療の現場でいろんなことを思いそして考えました大学3年生3か月休んだら留年しちゃうじゃないですか大学に早く復活したいんだけど 言いたいいたたなと思いましたでも言えませんでした。えー、髪の毛抜けちゃうんですか聞きたいなと思いましたが、聞けませんでした。医療費どんぐらいかかるんだろうこういう知りたいなと思ったことすら知れませんでした。当時、付き合ってた彼女がいますが、彼女にどう説明すればいいんだろう相談したいなと思いました。 相談でできませんでした医療の現場って患者の立場で入ると言いたいこと聞きたいこと口に出せないなでもそれって全部自分のことですよねあなたは病院に行った時そういうことを思った時ありませんか医療って 遠いなそんな気がするんです製薬企業に入った私はいろんなことを学びましたその中の一つに患者中心の医療という考え方があります医者や看護師や薬剤師あるいは製薬企業も含めいろんな職種の方が連携をしてチームになって患者さんのために頑張りましょう でもこの絵を見て言葉を聞いて違和感はないですか。もっともっと身近な例を考えてみたいと思います。皆さんにお尋ねします。はいこの中で花粉症をの人はいます。花粉症あいます、ね、あ結構いますねありがとうございます。 花粉症の人どううでしょうアレルギーの症状でくしゃみや鼻水が出たら病院に行ってそうすると医者が「うーんあなた花粉症ですねじゃあ薬出しておきましょう」満足ですかそもそもまあ花粉症はあまり治せない病気かなと思いますけれどもその病気の付き合い方ってさまざまあると思うんです。例えば 今週末、屋外で彼女と初めてのデートですだから、今週末なんとかくしゃみと花火止められませんかという方もいるでしょういやいや、もう今、仕事忙しくって24時間やっているドラッグストアでお薬でなんとかしたいんです平日の昼間しかやってないこの病院にはなかなか来れないんですよいい薬を紹介してください。 っていう方だっていいるでしょういやもうアレルギーつらくって何年かかってもいいから体質を改善したいんですそういう方だっているでしょう要はあなたはどういう医療を受けたいんでしょうあなた自身がそれを考えてそれを口にしなかったら医療というのは本来始まらないものなんです いやこれはね医療だけの話じゃないんですよそもそもとしてあなたはどういう生活を送りたいと思っていますかそこにつながる話なんですあなたは今どういう生活を送りたいか聞かれてきちんと言葉にできますか 二十歳の私にはそれができませんでした先ほど私は患者中心の医療とこの絵を見せまして違和感があると言いましたけれども本来あなたも医療者と同じ輪の中に入りあなたがどういう医療を受けたいのかそれを医療者に言うそこから 医療というのはは始まるはずなんですこれを私は患者中心じゃなく患者共同の医療というふうに言っています患者共同の医療において必要なことそれは何かといったら対等な立場医療者と患者は対等な立場でありそこに本音の 対対対話話ががああるるととといいううここですすののの等なは医療者の意識を変える可能性があります今まではあなたの症状にしか興味がなく病名をつけるそれが医療だと思っていた医療者だけれどもあなたが根底に考えるそもそもどういう医療を受けどんな生活をしたいのかこの情報を医療者が得ることによって あなたに寄り添った医療を提供できる可能性があるのです。それにより、今まで遠いなと思った医療は、少し近くの医療になるかもしれません。例を挙げてみましょう。がんの薬、抗がん剤といいますが、抗がん剤を打った私は、一晩にして髪の毛がすべて抜けました。かわいい 師匠あいいですよ一晩で今あるこの髪の毛がこうなるんですあなたが今この髪型になったらどういう気持ちになりますか今日ここに来れますか電車の中の他の人の目が痛い隣に座っているお友達に なんていうそういう気持ちになり外に出れないかもしれませんそうなんですこの髪の毛が抜けるこれが辛いんじゃないんですよ髪の毛が抜けることによって周りの人との関係性が崩れていく変わっていくこれが怖いんですもし両者にそこまで言うことができたらこの医療者はどういうふうに対応するでしょう 今は単にこの薬を打ったらあなたの髪の毛抜けますよという話です。だけれどもあなたが周りの人との関係性が壊れるのがつらい。その気持ちを言ったならばでは、この髪の毛が抜けた後にすぐ使えるようにウィッグ、かつらですね。じゃあウィッグを用意しておきましょうか。頭のサイズを測るんです、ウィッグを作るときに。だけど今髪の毛がある。だから1センチ。 引いいてて小ささななサイズにしてくださいねそんな話が出ます医療じゃないですよねだけれども患者に寄り添った医療というのはそういうことじゃないでしょうかこのように患者さんや医療者が対等に対話する場がもっともっと普通に欲しいなと思いました私は医療者ではありませんので民間のこういうカフェを借り切って 活活動動を始めまししたた月に1回ペーシェンントサロンと名付けて活動したんですここにはその時の1枚写真を持ってきましたがここに医者がいて薬剤師がいて理学療法士という医療者がいて看護の学生がいてそして患者がいます一つテーブルを囲んでみんなが本音の対話をしています毎回テーマを決めています例えば 医者と思いを共有するにはどうしたらいいんだろうどうどやって病院を選んだらいいんだろう毎回毎回いろんなテーマを置いて対話をするんです立場が違う人から経験意見知識アイディアが出されますお互いにお互いが気づき合う学び合うそういう場です今月で80回迎えました開始して80か月ということです いろんな感想や意見が聞かれます医療者の側からは患者さんの疾患だけじゃなくってもっともっと思いを聞きたくなりました診察して治療法を一方的に言ってたかもしれないけれど患者さんの生活を考えた治療法を一緒に考えますもっともっと患者さんの生活をそして医療への思いを 聞くっていいなと思いましたそんな声が寄せられます患者の側からもさまざま声がありますそっか自分の思いを診察室で語っていいんですねそしてそれが大切なんですねそんな感想もあります普段どんな生活を期待しているのか望んでいるのかそんなことは考えた時がなかっただけれどもそういう風な とか大切なんですねこの場で考えさせせらられれまました本当に様々な意見が寄せられますこうやって活動を回を重ねていくと私もやりたい一緒にやりませんかそういう人が何人も現れてペーシェントサロンという活動を私がいつも借りているカフェだけじゃなくて皆さんの地元でもやるようにしよう。 そういうふうになって組織化したのがペーシエントサロン協会です。今私はこの会の代表をしているわけです。ここではペーシエントサロンの具体的な手法を学んでいただいてそれをご自身のペーシエントサロンとして自宅の近くで開催していただくそういう活動をしています。と言いつつまだ全国でたった8か所しかありません。ももっともっとと各地に広げていいきたいな 希望を持っていますあいにくこの神戸でもまだ開催されていませんいつかこの地でもペーシェントサロンができたら嬉しいなと思っていますこのように患者共同の医療そして対等な対話をする場それが全国に広がったらきっと今まで医療が遠いなと感じたその気持ちも少し近づくんではない でもねそういうのって文化を変えるっていうことですなかなかすぐにできるものではありませんですから今日ここにいる皆さんにお願いがあるんですまずはあなた自身がどういう生活を送りたいと考えているのかそれを考えそして口にできるようになっていただきたいんです そして、私のようにがんになったりあるいは治りにくい花粉症になったりそうなったらあなたがどういう医療を受けたいのか勇気を出して医療者に伝えてほしいんです医療者はあなたのその一言を待っているんですよ今健康な時だからこそ考えていただきたい その言葉を医療者に伝えるその一言が患者と医療者の心の距離を近づけるというこれからの医療の在り方ではないんでしょうかどうもありがとうございました。